どうも、ひねけんです。株式投資に役立つニュース解説。今日は、碧桂二2023年12月期の第二四半期決算が発表されました。新聞やテレビの報道などでは、当期純利益が1兆円の赤字だということばかりがクローズアップされていますが、実は見るべきところはそこではない。見るべきところはそう。 売上総利益。あらりがマイナスだというところなんですね。そしてそれを踏まえて、貸借対照表はどうなっているのか、資産超過なのか、債務超過なのかということについて今日はお話ししていきたいと思います。この動画を見ることによって、ニュースなどでは報道されていない、実際のところ、碧桂園、都文化へと、資産超過なんか、債務超過なんかいということが、ファクトに基づいてわかるようになってきます。では、早速行ってみましょう。 まずね株価ですけどももうメタメタですメタメタですが2023年ね12月期の第2半期決算が発表された8月30日以降はそんなに下がってないですまあもう思った通り悪かったなってことなんでしょうねうんじゃあ,あ具体的にこの決算の内容を見ていきたいと思いますまあ少なくとも株価上がる感じはなかったわけですよね見てみましょう まずは PL、損益計算書の状況を見ていきたい。まず2022年、1年前の1から6月はどうだったかというと、売上高が3.2兆円、売上原価が2.9兆円、そしてあらり、売上総利益は0.3兆円ということで、あらり率は10.6%だったんですよね。これ低いです。 ね、10.6%。ね、建物ね、いろんな不動産を作って、えー、収めたんだけども、そこから出てる利益っていうのが10%しかないよってことです。壁景園。 調子が良かった頃は、だいたい27%とか、20%台後半ぐらいの荒利率を取れてたんですが、このね、去年の1から6月はもう全然利益取れへんわー、安売りせなあかんわー、ほとんど利幅ないわーっていう状況だった。じゃあ、2023年、今回決算発表された1から6月はどうだったのか、こちら、ド売上高は4.5兆円に増えた。 よか,よ,よかったよかったかった売上げが増えてね。じゃあ売上げ原価は、うん、5兆円。ええー、っと売上げ高が4.5兆円。<laughs> 売上げ原価が5兆円。そう、赤字なんです。 売上総利益が0.5兆円のマイナス。パーセントにすると10%のマイナスになってるんですね。こうやってすごい、もうとんでもないことで、なぜかというと、この売上総利益っていうのは、もうその不動産の販売、売上高から、その不動産にかかってる直接的な原価だけを引いた時点で、 赤字だってことなんですよで実際には企業には本社にいる人たちの人件費とか営業担当の人たちの人件費とかさまざまな経費がかかっているわけですよね。販管費と呼ばれますけどもそれを引く前の時点で建物売った時点で赤字ってことなんでもうこれ大変なことなんです。もう本業が真っ赤っかっ売るだけ損んでるってそういう状況になってるんですよね。なぜ売るだけ損んでるかというとそう買ってくれる人がいないそして 建物の価格が値下がりしてるってことなんですよね。なるほど、これ大変なことが起こっているということが分かりますよね。だから見るべきは、当期純利益1兆円というのも、1兆円のマイナスっていうのも特徴的なんだけど、一番突っ込むべきはここなんですよね。あらりマイナスやんっていうところですね。じゃあ他の数字も確認しておきましょう。 ね。他、か、反費。2023年1から6月に見ると、反管費が0.2兆円。で、その他の投資損失が0.1兆円。などなどがあって、最終的には新聞やテレビの報道で出ているように、当期純利益がマイナス0.9兆円。まあ、ほぼ1兆ですわな。ほぼ1兆円の赤字が出ましたよと、半年間でね、大変ですね。ってことですよね。で、実はこの損益計算書なんですけども、もう一つ突っ込むべきポイントがあるんですよね。 あらりと当期純利益それ以外にどこかというとここなんですよねその他投資損失など、まあ、いろんなこう投資をしてるわけですよねあるいは在庫を抱えてるんだけどもそれに対する、まあ、評価損ですよねもう買ったんやけども実は値、ね、下がりしてるんやんなその分損にするわっていうのがほとんど計上されてないっていことです0.1兆円しか計上されてないここもおいおいおい大丈夫か と突っ込みたくなるポイントなんですよね。じゃあ、分かった。損益計算書は分かった。じゃあ貸借対照表の方も見てみよう。碧桂園2023年12月期の第2四半期の貸借対照表を見ていきたいと思います。まず、比較をするために。 去年、2022年の12月末の貸借対象表を見てみると、現預金が2兆円、売上債券が7兆円、棚卸資産が19兆円、総資産が34兆円という状況でした。そして、負債の方を見ると、仕入れ債務が9兆円、有利子負債が5兆円、そして契約負債、これ、まあ、前受け金ですよね。 ねあのー、マンション建てるから欲しいから先にお金払っとくね。分かりました。先に預かっときますね。っていう預かったお金が13兆円あるわけですよね。で、えー、負債が総額で28兆円。差し引きすると純資産が6兆円という状況でした。なるほど。じゃあ、これが半年でどう変わったのか見てみよう。こちら、ドン。ほとんど変わってない。そう。現預金にしても2兆円から2兆円。 売上債権も7兆円から7兆円。棚卸さんは、いや、少しね、こう、在庫、作りかけの在庫が吐けたということもあって、18兆円に1兆円減ってるんだが、ほとんど変わってないわけですよね。うん。で、えー、契約負債、前受け金ですよね。これもう、ごめん、昔から受注してた分、やっと納品できたわということで、若干この契約負債が減った。 などなどで、体制に影響ないわけですよね。で、1兆円の損失が先ほど見たように出てたので、純資産は6兆円から5兆円に1兆円減ってるという状況なんですよね。貸借対,対象はそれほど大きく変わってないわけですよね。でもね、これ、2か所また突っ込みたくなるとこがあるんですよね。ありますよね。わかりますまあ、人によっていろいろあると思うんですけど、私はどうしてもここに突っ込みたい。売上債権7兆円ってとこです。 いやだってねさっき前のページであの2023年の1から6月の売り上げって4.5兆円だったじゃないですかね半年間で4.5兆円売ったぞとでも未回収の債権が7兆円あるぞっておかしいやんということですよねだってさ建物納品したらすぐお金欲しいじゃないですかねっ で、まあ、大抵はくれますわ。ていうか、前金ですわ。だから、7兆円も売上債権などの債権の未回収があるっていうのは、おかしいぞ、と。どうなってんだって、こう突っ込みたいところですよね。なんか気になるなーっていうポイントですよね。そしてもう一つは何かというと、この現預金2兆円ってとこなんですよ。これおかしいと思いませんかだって、 ね、あのニュースなどの報道で2023年の8月に恒大が恒大じゃない <laughs> これ碧桂園碧桂園の話ずっとしてるなんかもう恒大のことしてに混ざった碧桂園がこうドル建てのこう利払いドル建ての債務のね利,利息の支払いがちょっとできなかったよっていう風な報道が出たんですよねそれがなんと40億円ぐらいの利払いができなかったっていうことが報道されたわけですよおかしくないねえ だって2兆円あるんでしょ決算書を見れば、現預金に2兆円と書いてある。なのに40億円の利息の支払いもできなかったっていうのが矛盾してるじゃないですか。どうでしょう ?2 兆円あったら40億ぐらい楽勝やわって払えるはずじゃないですか。なので、ここから考えられることは私が思いつく限りでは2つあります。1つは、現預金が嘘。2兆円ないっていうね。 本当はなんかもう0.1兆円ぐらいしかない。恒大もそうでしたね。恒大って0.1兆円ぐらいしかなかったんだけども、実はないっていう可能性が一つ。そしてもう一つは、もうこう、国の方針とか、あのね、あの、碧桂系の方針とか、まあ、どちらの方針かはわかんないけど、もう海外への支払いはええわと。 もうとにかく国内の業者さんにだけちゃんと払えと、もう海外の投資家なんかクソや、あいつらには払わんでええわっていう方針になっているか、この二つの可能性があるんではないかというふうに私は見ました。まあもちろんね、他の見方もあると思うんですけども、とりあえず矛盾してますよね。 あれおかしいなって思いますよね。だって2兆円手元にあるのに40億支払ってないよってとこですよね。ここ突っ込みたくなるところですよね。じゃあそれを踏まえて、この貸借対象表、特に2023年6月時点ですね。今回発表された最新の貸借対象表について、もう少し角度を変えて見ていきたいと思います。ここが面白い。 では、2023年6月期の決算をスタートにして、この内容を査定していきましょう。まず、現預金なんですけれども、2兆円。これ、明らかに何らかの矛盾を抱えているんだが、よくはわからない。本当にこの2兆円あるかもしれないし、ないかもしれない。よくわからないんで、ここはそっとしておきます。次、売上債権。この売上債権なんですけれども、7兆円あるうち、この決算書の注釈を見ていくと、実は約6兆円がグループ会社に対するものだというふうに書かれてるんですよね。 で、ね、グループ会社に貸してる未回収のお金があって、本体、壁経営がこれだけ苦しい状況であると。ならば、返せるものならもう返してもらってると思うんですよね。つまり、こう、お金を貸してるグループ先、未回収の先についても、やはり苦しいんだろうなと思うんですよね。これは推測です。私の完全な推測ですが、返せるものは返してもらってるはずですので、この7兆円のうち、6兆円については、 グループ会社に対するものについては帰ってこないんじゃないかというふうに私は査定しましたこれ見る人によって違うと思います情報量によってもね判断の仕方は違うけれども私はこの状況証拠から見て6兆円は帰ってこんやろうというふうに推測しましたそしてもう一つ棚卸し資産18兆円ですよねこれもツッコミどころ満載ですよねだって粗利がマイナスだったじゃないですかね 今回、売った4.5兆円の売上げに対して、売上げ原価が5兆円、あらりがマイナスっていう状況だったわけですよ。ということはどういうことかっていうと、もう、こう、不動産ね、その仕入れた不動産が仕入れた値段よりも安くじゃないと売れませんよってことですよね。そう。買い値よりも安くしないと売れない状況なんですよ。 つまり18兆円の棚卸資産は今すでに18兆円の価値がないというふうに推測できるわけですだってあらりがマイナスだからねじゃあどれぐらいマイナスかというと価値がどれぐらいマイナスなのか少なくとも10%はマイナスだと思うんですよだってあらり率がマイナス10%だったでしょだからこの18兆円の棚卸資産を10%値引きしてやっと商品売った時に損が出ないっていう状況なんですよね でもそれじゃ何ていうかないじゃないですか。もう本当はさらに売った時に10%や20%のあらりが発生するのが 正しい在庫の仕入れ方、正しい在庫の価格水準なわけですよ。なので、まあ、この18兆円の棚卸資産のうち、約2割は評価減、20%は評価減しないといけないだろうというふうに、私はその売上総利益ね、あらり、P、損益計算書の、あの、PL からですね、読み取りました。なので、ざくっと20%評価減するとして、約4兆円の評価減というふうになると思います。つまり、実態の価値は、 売上債権が1兆円、ね。決算書には7兆円として上がっているが、実際には1兆円。そして、棚卸資産は 決算書には18兆円という金額で上がっているが、実体の価格はまあ、せいぜい14兆円だろうというふうに私は推測しました。その結果、32兆円あるはずの資産は22兆円に減少し、負債はそのまますからね。負債はどんだけ査定しても減ることない。増えることあってもね、あ、実は母外でありましたみたいなことはあるかもしれないが、減ることはないので、27兆円の負債は27兆円のまま。 そうすると、資産22兆円負債あ、負債が27兆円ですので、差し引きすると、マイナス5兆円の債務超過というふうになるというふうに私は推測しました。そう、つまり、今、6月の決算書を見ると、純資産はプラスの5兆円というふうに書いてあるが、一つ一つの資産をきっちりと査定していけば、おそらく10兆円ぐらいの評価減 マイナスが出て、ね、今回の決算書でこの評価減マイナスってほとんど出てなかったんですよね。でも10兆円ぐらい出るんじゃないかと思います。そして10兆円のマイナスが出たら結果的に純資産は5兆円の債務超過になるというふうに私は見ました。これどうなるかですよね。特にまあ決算ね12月の決算の時にこういう評価減ってドーンとやることが多いので、まあ、これ答えはですね半年後に出てくるのかなというふうに思います。さあどうなるでしょうね。 はい。ということで、ポイントまとめていきたいと思います。壁圏。手元に多少の資金はある。2兆円ある。ただ、本当にあるのか、若干疑問。なぜ、ね、40億円の利払いをしないのかっていう疑問はある。が、とにかく、決算書上は手元に2兆円の資金があるものの、実質的には債務超過になっているというふうに私は予想しました。5兆円の資産超過のはずが、実は評価減10兆円あって、 5兆円のマイナス、債務超過であるというふうに見たんですね。いやじゃあ、ね、もう倒産させたらええやん、破産させたらええやん、高大にしてもそうやわ、もうね、そんな、うん、ダメなんやろと、もうそんな、5兆円とか債務超過やったら助かるわけないやん、ね、もうさっさと破産させたらいいやんというふうな意見が、日本の普通の経済人の感覚ですよ。でもこれできないんです、なぜか。 碧桂園も広大も潰せない。なぜなら碧桂園を潰せば広大を潰せば他の不動産会社も潰れるわけです。なぜか。碧桂園ねと仮に破産させますよね。破産させると何が起こるかっていうと破産犯罪人っていう人たちが出てきてうん処分しますね。ねだって債権者の人がいっぱいいるからこの人たちにお金返さないといけないから。 このね、壁桂園が仕入れたたくさんのね、18兆円ですかね、棚卸さん、処分しますねってなるわけですよ。この時にもう、関済人ですから、これ短期間で処分しないといけないんで、投げ売りするわけですよ。よ普通なら18兆円で売れるかもしれない。多分売れないけど、まあ14兆円で売れるような棚卸さんでも、ね、完済人が来たら、いやーもうこれしゃあないね。 もうさっさと処分せんとね、時間かけてもしゃあないからねっていうことで、もう半額の7兆円でええわ、みたいな感じでわーって投げ売りするわけですよ。もしそれが起こると何が起こるか、壁経営でかすぎるんで、もう中国の不動産市場自体が崩れちゃうわけですよ。あの巨大企業壁経営が投げ売りしてるってなったら、もう不動産市況全部ダダ下がりになるわけですよね。だからもう潰せないんですよ。ね、仮に不動産企業がそうやってもう、あ もう碧経営が投げ売りしてるからうちの在庫の価値もどんどん下がっていってもううちも債務超過やわうちも債務超過やわ連鎖的にみんなアウトやわーっていうことが起こるさらにそれが起こるとそう前回の動画で紹介したように融資兵台これもう大変ですよね1000兆円とかありますからねもうそもそも融資兵台の1000兆円の資産ってもう多分価値かなり少ないと思うんですけど限りなくゼロに近いんじゃないかと私は思いますけれどももう目を背けられなくなりますよね 不動産市況が崩れたら、融資兵隊もさすがにね、いや、1000兆円の価値ありますよとか言っても、もう国内の不動産市況崩れてたらもうダメなわけですよ。さすがに言い逃れできない。さらにそうなると何が起こるかというと、これらの不動産企業とか融資兵隊にお金を貸し込んでいる銀行も潰れちゃうわけですよねで。銀行が潰れる。あるいは銀行の不安が起こると何が起こるかっていうと、取り付け騒ぎが起こるんですよ。 中国国内でもういろんな人たちが銀行の窓口に訪れて「返せ開けろー俺の預金引き出させろ!」っていうドンドンドンっていうのが中国全土で起こってしまうわけですよ。これが起こるとそう体制不安につながるわけですよ。習近平さん偉大な指導者だと思って 言ってたんだけどなんで俺の預金ね引き出せないのなんかおかしくない金平さんっていう風になりかねないわけですよね。偉大な指導者だったはずですよねってなっちゃうわけですよ。なので潰せないんです。でかすぎて潰せない。連鎖的に社会の崩壊まで生きかねないからですね。さあどうなってくるか。 ねえ、できるだけ、これ、日本も無傷じゃいられないですからね。日本の企業も中国の消費者に対していっぱいね、あの商品売ってますから、このような連鎖倒産が起こると、中国ではもう失業率がめちゃくちゃ上がります。経済が冷え込みます。当然、日本の商品も売れなくなります。日本企業も大変なことになってしまうわけですよね。だから、できるだけソフトランディングしてほしいんだが、もうこのソフトランディングのハードルめちゃくちゃ高くなってます。もう無理ゲーみたいになってるわけですね。さあ、どうなる 慎重にね見守っていきたいと思います今日の動画面白いと思った方はいいねチャンネル登録とねコメントもぜひよろしくお願いしますではまた私たちアクションラーニングは個人投資家がいい企業を選んで投資をすることで世界は良くなると考えていますそのためには個人投資家が賢くならなければならないだから毎週セミナーを開催していますぜひこちらご参加ください世界を変える一人になろう